8月19日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて59円81銭高い 16,545 円82銭で終えています。 0.3% 高でした。トピックスも昨日に比べて 4.88 ポイント上昇し 1295.67、 0.3% 高で終えています。東証2部指数が 0.1% 高、ジャスダック平均が 0.1% 安、マザーズ指数が 0.4% 高ということでありまして、ジャスダック平均を除くすべての指数が、かろうじてプラス圏で終えたというのが今日の動きです。小幅高というのが今日の動きであります。それを象徴するかのように日経平均の冷やしチャートをご覧いただきますと、このようなチャートとなっています。25日線が緑の線ですが、これを挟んでの揉み合い、揉み合いというほど商いは活発ではありませんで、東証一部の売買高は20億株を切っています。膠着といった方が適切かもしれません。25日線付近で動けないといった相場が続きました。安いところでは6452円、高いところで6613円までありまして、高安の値幅160円程度でしたが、最後は落ち着きどころの6500円というところで引けたのが日経平均の動きであります。このあたりを冷やしチャートから5分足チャートに直して確認していきたいと思います。日経平均朝方はこのように小高くスタートしましたが、前引けにかけてマイナス転落と、前引けはマイナスで終えました。ただ、日経平均が前場マイナスで終えますと、日銀が買ってくるかもしれない、 ETF が買ってくるかもしれないということから、このように5場プラスに再び切り返し、そのまま膠着状態、小高い水準を保ったまま終えたというのが今日の動きであります。週末ということもあって、また特段大きな材料もないと、決算発表などもすでに一巡しているということがあります。ただ日銀の ETF 買いの可能性というものがあって、売り方も売り叩けないというような相場付きになりました。こうした中で買われている銘柄、売られている銘柄ですが、買われている銘柄は例えばこちら3436のサムコであります。今日はセクターとしては原油高を受けて、山の工業ですとか石油石炭製品、それから鉄鋼非鉄といったセクターには資金が流入したんですけども、個別の材料で急騰するといった銘柄がなかなか見つかりません。こうした中でこのサムコ、半導体製造装置関連でありますけども、このように大きな商いを伴って高いところで944円ということで年初来の高値を更新であります。終値ベースでの上昇率の方ですが、こちらは 11% を超える上昇で終えています。サムコについては、こちら個別のニュースといいますか、アメリカのアプライドマテリアルズが強気の業績見通しを出しているということです。このあたりが半導体関連銘柄、半導体製造装置銘柄に追い風になるといった観測もあったのかもしれません。サムコは個別のニュース的な動きで、年初来高値というのがこの銘柄の動きです。逆に、昨日以降でありますけども、内需系セクターからの資金流出が続いています。例えばこの4502武田薬品であります。武田のチャートですが、今日は25日線を終始割り込んでの動きとなりました。終値ベースでは10円安とそれほど目立つような下げではないんですけども、足元の動き、今週の動きご覧いただきますと、このようにじわじわと下値を切り下げるような展開になっています。特段武田というのは個別の悪材料は確認されていません。ただ4月のあたり、このように今年前半、内需系、特にバリュー株買われていましたが、その後じわじわと売り物に押されて冴えない動きとなっています。今日は武田のような薬品メーカーですとか、それから JR のような電鉄各社が軒並み、例えば電鉄各社軒並み年初来安値でありました。こうした内需系銘柄からの資金流出というのが今日の動きでありました。それではここで来週の予定を見ていきたいと思いますが、来週8月22日から始まる週の予定です。22日月曜日、海外では特に大きな経済指標の発表は予定されていません。国内ではスーパーの売上高ですとかコンビニの売上高が公表されます。23日海外ではヨーロッパ各国の PMI ですとかアメリカの PMI、 それからアメリカの新築住宅販売件数などが発表される予定です。来週の水曜日、国内では6月の景気動向指数の改定値が出てきます。海外アメリカでは中古住宅ですとか住宅価格指数、住宅関連の指標が発表される予定です。
来週の木曜日、国内では日銀が7月の企業向けのサービス価格指数を発表します。またカンザスシティ連銀が主催する経済シンポジウム、いわゆるジャクソンホール会議というのがこの日から始まります。来週の金曜日であります。国内では消費者物価、まず政府総務省が出す消費者物価指数と日銀が出す日銀版の消費者物価指数が出てきます。また海外では先般発表された四六のアメリカの GDP の改定値が発表されます。先ほどのジャクソンホール絡みでイエレン議長がこの日登壇して講演を行う予定となっています。以上、東証アローズからお伝えしました。